こんにちは、ミサとオーストリッチファームのコニタンです。はい、ともちゃんです。はい、ということで、来たる3月31日はイースターということで、はいはい、はい、うちでも何かやろうかなってことで。そうですね、あの配信とかで言った通りやります。はい、じゃーん、お、かわいいですね。綺麗ね、花柄だ。そう、1個ね、柄を公開しちゃったけどあの他の4つはシークレットですので、はい、それを見つけて報告してもらうってイベントがね。はい、で今日はその設置する、うん、もの、はい、第1号を作っていこうということで。そうです。またこれも行き当たりばったり右上がりになる場所。はい、そうなんです、はい、じゃあまずこれ大事な卵白と、はい、木製リング、はい、はい、お、これあのお外にも設置するので、はい、あのブロック、レンガのようなブロックです。カインズ製ですね。はいじゃあこれを接着していきますか。はい、これはあるのかな、なんかもうなさそうだ。これは、はい、協力瞬間接着だよ。本当だ。じゃあこっちにします。ではこう出ていきますね。はい、木製リングを先につけた方がいいのかな、うん、こっちに。あ、木製リングをさ、うん、ここでね、つけて、うんうん、ここに乗って、こうやってこうすればいいんじゃない。そうしましょうか。これが接着されるところ。なんか真ん中辺にこう。結構結局さ、うん、こっちつけて、うんうんうん、え、こっちの面につけて、こうやって、やっとけばいいんじゃない。なるほど。ちょっと頭が。え、もうね、お互い疲れてますね。なかなかない。夕方ですから、今日も一日よく頑張った。ねえ、よいしょ。ああ、ドーナツ食べたい。出た。すごい。いいって、まだひな生まれてません。生まれてなかったよ今日。あの見てきたんですけど、ふかきを。おお、生まれてなかったです。ちゃんと空気を読んでいてよろしい。さて、さて、瞬間接着剤なので、うん、くっついたはず。よし、もう一周。あ、楽ちんですね、この作業に。ね、ありがたいことにね、木工ボンドとかじゃなくてね、瞬間接着剤。うんうん、ちょっとドーナツにアイシングしてるみたい。そうそう、ね、そんな感じはい、よっ。え、大丈夫か、ちょっと接着面が小さい。そう、こっちがちょっと浮いてますが。じゃあ浮いております。まあダチョウの卵はね、一定の形ではないので。へえ、ちょっと間を埋めます。若干浮いてるけど、そうやっていい考え。うん、よし、よっしゃ。はい、これでじゃあバッグの待ちますかね。はい、よし、はい、1号完成。イエーイ、イエーイ、はい、この調子であとね、数個作って、はい、まあ、どこに何個設置してるかは秘密なんですけど。そうですね、三郷オーストリッチファーム全体として何個かね、うん、そうで、卵をお客さんに探してもらいたいと思います。はい、はい、エッグハントですね。はいはい、コニタンです。ともちゃんがいない間に残りの4つを作っていきたいと思います。まあね、ともちゃんがね、やり方はね、1個目でね教えてくれたから、あとはそれを模倣してやるだけなんですけど。はい、ということで、画面は全体的にモザイクがかかってると思いますが、イースターエッグ完成です。ではモザイクにかなってると思いますが、はい、イースターのエッグを隠していきます。では博物館に隠しに行きますね。はい、はい、いらっしゃい。行きます。暗闇怪しいな、何してんだろう。いいよ、ど
ここにしようかな。はっはっは。決めましたよ。よっ。よし。さて、中では何が起こっているのやら。よし、ちょっと待って。お、電気が消えたぞ。はい。はい。はい。ミスターエッグを置いてまいりました。置いた場所は私のみぞが知るということで。はい。では、博物館に設置し終わりました。うん。次は牧場。OK。はい。ということで、牧場に来ました。はい。はい、イースターエッグね。設置。設置。もうね、場所は決めたんですよね。そうですね。もうまっすぐ置きに行くだけ。はい。はい。さて、1個目。はい、設置完了。はい。2個目。難しそうだな。で、完成映像がどうなってるのか楽しみです。種明かしをするわけにはいかないので。ね。体勢が、濡れてる。体勢がヒントになってしまう。濡れてるし。はい、設置完了。設置完了。はい、ね、3つ目。はい。今日ね、午前中は雨降ってたのに。ね。すごいピカピカに晴れちゃいました。っていうか、多分モザイクになってるからわかんない。はい。はい、3つ目。よし。はい。見つかるかな。ふみたんがこうして隠した卵を見つけられるでしょうか。見つけるとね、見つけて写真撮るとね、いいものがもらえるよ。そうなんですよ、イースターイベントは4月1日から開催予定です。はい、5月の6日までですね。ゴールデンウィークが終わるまでですね。はい、はい、皆さんぜひふるって参加してください。はい、先ほど隠したやつを見つけて写真に撮って我々スタッフに見つけたぜって見せると、うん、はい、なんとお買い物で使える、うんうん、ダチョウの卵を使ったお菓子限定にはなるんですけど、はい、うんうん、そちらを買うときに使える 10% オフクーポン券が、もれなくもらえるということで、はい、はい、皆さんふるってご参加ください。はい、美味しいお菓子をお得に食べてください。はい、はい、ということでイースターイベントの卵設置でした。はい、またね。またね。